い、今日はこちらにある富士エクスプレスというバスの、車掌さん、運転手の、すみません、お名前お願いします。福本さんにちょっと話を伺いたいと思います。この富士エクスプレスというバスは どういう経路で回っているんですか？今現在は桜木町の駅を出発いたしまして、日の出町から伊勢崎町で、山本町って山の上を登って港赤十字から本牧で折り返して、また同じ道を桜木町に戻る循環線です。はい、先ほどバスガイドさんもいたと思うんですけど、この路線はバスガイドさんが普段はいるんですか？いえ、富士急行のグループですので、急行のガイドさんに今日はちょっとお手伝いに来ていただいた。はい、通常は乗ってません。運転手さんの、何年やられているんですか？運転自体はもう14、15年になりますね。はい、じゃあ街並みも結構変わっているっていう感じですか？運転している始めた時と今と比べると。いや、横浜市内は街並み自体は変わらないですね。はい、いつも港と美しい公園とそうですか。はい、わかりました。ありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは、京浜急行バスの方にちょっとお話を伺いたいと思います。ここのバスはなんか形がちょっと変わっていて、上に大きくハイブリッドって書いてあるんですけど、ちょっとご説明をしていただいてもいいですか？バスの説明、はい、お願いします。昨年入れたバスになりまして、走行エリアは横浜と杉田エリアを走っております。で、上に書いてある通りハイブリッドのシステムを入れてまして、ハイブリッドでモーターを使った、今割と新しいタイプのバスになります。ハイブリッドだとどういう利点があるんですか、普通のバスに比べて？ハイブリッドの方式によっても変わってくるんですが、はい、うちのはモーターを使っておりますので、一般的なハイブリッドカーと同じように、ブレーキの時にモーターを充電し、モーターにつないでいますバッテリーを充電して、それを補助動力という形で使っております。そうするとエネルギーの消費が、減るっていうことですね。皆様の評判はどうですかね、今までこのハイブリッド車に対して。ハイブリッド車に対してという評判はあまりお客様からというのはないのですが、はい、やっぱり燃費に関しては多少いいですので、車の経費の削減には役立っております。はい、なるほど。それで、PR にもなりますしね、そのハイブリッドっていうのがちょっと変わった形なので、ね、他の車に比べて上に空いた大きなスペースができますので、ハイブリッドを使っているというエコのアピールにはなるのかなと思っております。今 のバス全体の中でどのぐらいの割合をハイブリッド車は示しているんですか？うちの会社ではまだ 10%、20% のレベルになります。やはり動力が少し弱くなりますので、三浦などの山岳地帯ではまだ使えないところもありまして、このステップのない車に対してもまだ都心部などだけでの導入という形になります。これからはやっぱりハイブリッド車を増やそうという、そういう試みはあるんですか？方向性としてはありますが、やはり先ほど述べました通り動力に問題がありますので、問題のない地域から順次という形になるかと思います。本日はカーフリーデーということで参加なんですけど、何かそのメッセージや PR がありましたら一言お願いします。今マイカーの利用が増えていまして、バスの利用というのが非常に少なくなっていると思うのですが、ぜひ短い移動とか車の駐車などで困ることもあると思いますので、バスを利用する機会を増やしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。今日はこの CNG ノンステップバスと書いてあるバスに来ているんですけど、CNG ってまず聞きたいんですけど、何ですか？圧縮天然ガスといいまして、家庭の、都市ガス、それを圧縮して、バスに充填しております。じゃあここの上にガスが乗っているということで大丈夫ですか？圧縮されたガスが、はい、タンク5本ですか、ついてまして、そこに燃料が入っております。このバスの利点、普通のバスと比べての利点は何ですか？利点はですね、ディーゼル車と比べてノックスが出ないということで、かなり環境には優しいバスということで。ノックスというのは何ですか？窒素酸化物ですね。体にあまり良くない
物質ということで車からは出さない方がいいということで、CNG が一番これからのバスには電気バスと続いてですね利用されるのかなって思います。今の段階で CNG バスっていうのはどのぐらいの割合で利用しているんですか？浅間町営業所ですと約3分の1ぐらいが、はい、CNG のバスになっております。で営業所にCNG のスタンドを設けてますので自分のところで入れることができます。普通の車に使え利用できるということですか？普通の乗用車とかには なかなかCNG の車はないんですが浅間町のスタンドはですね一般のトラックとかも充填するような設備になってますので東京ガスさんと、一緒にやってますので他の会社のバス以外の車も入ってきております、ほとんど商業車ですけど、はい、今日皆さんの反応とか、子どもさんの反応とかいかがですか？そうですね、今日あいにくの天候だったんですけどかなりお子様来ていただいて、運転席に今日座れるということですごい喜んでますね。そうですね、皆さんすごく楽しそうな感じでやってますけど最後に一言何かカーフリーデーということなので PR とかあればお願いします。そうですね、横浜市交通局でも今だんだん利用されるお客様が少なくなってきまして乗車料収入はかなり下がってますけど皆さん自転車とかですねマイカーを なるべく乗らずに公共交通機関を乗っていただいてですね自然に環境にいい優しいということで協力いただければなと思います。分かりました、ありがとうございます。はい、では神奈川中央の自転車バスについてちょっとお話を伺いたいと思うんですがこのバスの特徴は見えると思うんですが、はい、どんな特徴かちょっとご説明していただけないでしょうか？はい、バスにですねバスの前面に自転車を2台乗せることができる路線バスです。現在どういう路線で走っているんですか？はい、茅ヶ崎駅を起点とした路線で実際に運行しております。きっかけは何だったんですか？このバスを作ろうという発想というかお願いします。はい、実際に当社では自転車とバスのタイアップということで停留所の付近まで自転車で来てそこに駐輪場を設けてあとはバスで乗っていただくこれはサイクル&バスライドというものなんですけどもそちらも行っておる一環として、自転車とのコラボレーションということで昨年の3月26日からこのバスを茅ヶ崎で運行させて、いたしております。それでまた実際に今度の、9月の27日から、厚木から宮ヶ瀬間というところでも、実験運行ということを、企画しております。そちらも、ぜひよろしくお願いいたします。皆さんの今までの反応っていうのはどうですか？このバスに対しての、はい、非常に、茅ヶ崎でもう1年以上やってるんですけどもおかげさまでご好評いただいておりましてそういったこともありまして今度、宮ヶ瀬の方でもやることが行いました。だから自転車とバスと両方そのエコな、交通を使うっていう感じでそれを PR としているってわけですね。はい、はい、そうです。はい、わかりました。もし何か最後に一言あればお願いします。はい、こちら、自転車を乗せられるバスということで前に乗せられるバスということで日本で初めて当社でやらせていただいて今度、非常にご評価いただいておりまして今度厚木でもまた、やることが決まっておりますので一つそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。料金はどう？料金は茅ヶ崎では、1台につき100円いただいております。それで、今度は厚木から宮ヶ瀬の方面では、無料で実験ということで無料で、はい、企画しております。しっかり固定されてるわけですね。それでね、はい、こちらがストッパーになっておりまして、最終的にこちらで固定してもう本当にこれだけで実際に運行するものです。でこうなってこう、あ、これで大丈夫なんですか？はい、これで問題なく運行ができるものです。日本初ですかこれ？日本初。前面に取り付けるタイプのものについては日本初のものですね。
他の国の事例とかもあったんですか、それを参考にしたっていう感じですか。実際にあの先進事例として、例えばハワイ、アメリカとかヨーロッパではもう結構、見ることのできるものでございます。これ個人的なところで、これでも事故った時ってどうすんの。事故ポコンってぶつかった時に、あ確かに、それはちょっとまあ当然通常通り扱うわけなんですけど、はい、幸いございます。確かに運転しにくいとかいうことはないんです。はい、あの視認性につきましては特に問題ございませんので、あのちゃんとこちらを運転手が把握できますので、あの特に問題なく運転することができます。これはあのこの自転車の持ち主が自分でつけるんですか。はい、あの実際に自転車をお持ちの方がこちらに乗せていただいて、運転手が補助する、あのこちらで、こうやるんですよと、はい、あの説明をして最後の確認ですね、そういったことを、行います。降りるときはその人が勝手にグッとやってこう取るという、はい、あのその際も運転手が、補助させていただきます。結構それで時間は取られちゃう、ね、実際には、本当普通に乗せてこれを、はめるだけですので15秒程度、はい、ただ、慣れない方でも30秒以内では、はい、簡単ですよね、これね、はい、本当に簡単なんですよ、はい、はい、と大新東バスに来てそういうちょっとお話を伺いたいと思うんですが、このバスは、まあ、見た目もちょっと見慣れない色なんですけど、どういう特徴があるんですか。特徴ですか、まああんまり見られないと思うんですけども、京急の金沢文庫駅と近くのレイディアントシティっていう大きなマンションなんですけども、その間を、まあ、路線バスで走ってるという会社なんですけども、はい、レイディアントシティの住民の方が主な利用客ということですね。そうなりますね、はい、170円というお値段はそのやっぱりあの距離が短いのでそのお値段なんですか。そうですね、距離が、まあ、あの平均で 2.5 キロぐらい、 2.7 キロぐらいですかね、はい。何人ぐらいの利用客がいるんですか。そうですね、平日3000人ぐらいですね、はい、土日でもまあ2000とかそうなんですかね、はい。じゃあダイヤは普通のバスのダイヤとは同じぐらいの時間帯で走ってらっしゃるんですか。そうですね、朝平日5時10分から最終が24時35分。あ、結構遅くまでやってるんですね、はい。今はその金沢文庫から、レディアントシティの間のみで走っているバスなんですね。そうです、はい。じゃあ1台しかない、あ、そんなわけはないですかね、うん、1台のわけはないです、はい、すみません。この間を走ってるだけなんですけども。ああ、はい、そうですね、だから見慣れないお色ですごく素敵なお色だなと思ってました。はい、じゃあ一言 PR をお願いします。はい、今日はカーフリーデーということなので、はい、まあ、初めて参加させていただいたんですけれども、いい試みなのかなというふうに思います。まあ、これを機にですね、まあ、環境の問題もありますんで、バスを大いに利用していただければと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい。